よーし。よし、どれにすんだ？
すんのか。気に入ったか。おう。そうか。よし、どれにすんだ。まあいいだろう。そうか。おう。あ、それがいたずらに使うんじゃねえぞ。よし、どれにすんだ。おう。それに壊すんじゃねえぞ。よし、どれにすんだ。あ、それがどうだ。それか。気に入ったか。また来い。
ったく。よし。なあ。あ。よし。いいか？どうだ？よし。よし。やあ。
よし。よし、行こうぜ。
何？どれにするの？やるか。
おい。よく聞け。コードネームも決めねえとな。コードネーム？俺がスカルで、ジョーカーにモナ。アンドノの格好だと。尻尾といい、この格好。なあ、お前どうよ。その名前で今後呼ぶ気？絶対嫌だし。じゃあ何がいいんだよ。猫パンサー割といいんじゃない？どういう意味だ？ひょう目標。目標言うな。そんなことよりカモシだ。そうだったな。じゃあ仕切り直していこうぜ。こっからはガチで行くぜ。おいおいお前たちに我が輩がパレス攻略のイロハを教えてやる。主よりお言葉です。囚人、戻りました。実に結構、私の言葉を覚えていたようだが、更生させる甲斐もあろうというものだ。もったいぶっているわけではないのだ。お前がなすべき更生の何たるか。お前が美学を共有する仲間と出会い、現実に自分の居場所を見出した時、その時に改めて話してやろう。それもそう遠くはあるまい。今回はお前への支援について案内させてもらいたい。お前はワイルドという素養によって複数のペルソナを扱うことができる。ワイルドは無限の可能性でもある。その素養の育成、そのためにお前のペルソナを処刑させてもらう。案ずることはない。ペルソナはお前の内なる人格。二
古き人格のいくつかを捨て、新たな人格に生まれ変わらせるということだ。
可もなく不可もなくといったところですか。過度な力は破滅を招きますよ。邪魔では扱いきれない。過度な力は破滅を招きますよ。これで良いのか。過度な力は破滅を招きますよ。不可もなくといったところですか。可もなく不可もなくといったところですか。継承するスキルを選ぶのだ、囚人。どれほどの力を授かるかな。これはこれは。我はアルセール、お前の中のもう一人の自分。今この場から消え失せようと、我は常に汝の傍らにあり、お前の運命が定まるその時。よし。おお、見事なものだ。古きペルソナの血肉からより強いペルソナが生み出され、新たにお前の力となった。戦いの場へ赴けば、よりはっきりと価値がわかるでしょう。ペルソナを集めてくるがいい。多くを集め、多くをここで処刑し、より強いペルソナ、そして力を養うことがお前の構成であり、やがて破滅に抗う。構成がはかどるよう、処刑の方法はいくつかの祭儀から選べるようにしてあります。貴様の励み方次第では、さらに新たな祭儀の開発も主は考慮されるそうだ。泣いて喜べ、囚人。お前の心は着実に抗う力をつけて、構成は順調なようだ。実に喜ばしい。そこで私から贈り物を用意した。受け取ってほしい。
し。それは心の目を開き、闇に隠された獲物をも見透かす賊の技。今のお前なら使いこなせよう。より一層の構成に励むがいい。では、望みがあるなら聞きましょう。随分と囚人を正しき道へ。何か？さあさあ選べ。なるほど、これは強いペルソナです。やめるのですか？ジュスティーヌ、お前の担当だ。あなたの奇跡です。登録ですか？何を知りたいのですか？もう終わりか？時間です、囚人。どうしたお前、いきなり棒立ちになって。んだよ、ぼーっとして。お前時々何考えてるかわかんねえよな。器がでかいってことにしといてやるよ。頼りにしてるぜ、ジョーカー。なあ、ん？じゃあ、行くか。やるか。